お疲れちゃんです。ラットです。今回はですね、久しぶりにヒール3種を使っていこうかなと思いまして、まあ、デッキがですね、こちらになります。で、まあ、ガゴムレ入りの、まあ、最近ね、ハンター3種ってやつがすごい流行ってて、まあ、ガゴムレの枠が、まあ、ハンターか、ガゴムレ。で、ロリババでヒールがザップかな、基本的には。なんですけど、まあ、言うてスペル2つもいらなくねっていうわけで、ヒールにしましてですね、こちらなんですけど、意外とこれが結構環境に刺さってるというか、まあ、普通になんかヒールが使われてないだけで、意外とね、まあ、ついです。はい、っていうのでね、今日はヒール3種で展開期待ですね、もう、あと2勝で、2勝かな?あと2勝したら展開いけるので、まあ、3戦、まあ、4戦ぐらいして、まあ、3勝か、まあ3戦やって、3勝、まあ、2勝、まあ、3勝か。できれば、いけるんでね。はい、やりたいなと思います。よいしょ。で、まあ、初手日本が来なくなったんですけど、正直ね、何も関係ない。何も関係ない。これ相手、ジャイが、なんかね、ジャイプリのライドラメガコか。の、ディガーのファイブウッドザップさんが、グローバル1位になって、ちょい J が増えましたね。OK。で、これザップ打たれたけど、言うて、この、ここにワンチャンヒールみたいなのもあるんだけどね。さすがにね、さすがにね、まだ後の方のために取っておきますね。これやばい。で、これが言うのなくて、D が受けれないんで、これはしゃあなしですね。アドちょい取られたんですけど、言うて気にしないですね。相手がジャイディガだ。ジャイディガだ。テンプレの、多分ジャイハンターメガゴの、縦線。ディガ。ファイブウッドザップか。だけど、まあね、ここで三種展開しますね。いやジャイ側2の方が良かったかもしれないんですけど、まあいいや。で、ここでもう工場をちょっと早めに出すと、相手はこの工場と、マスケット2体を、ファイボで、同時に処理できないようにね、させていきます。で、こっち側はまあ、有能とかで、なんとか守って、入るかな?ウッドか。まあまあまあ。まあ、ジャイサンスペで、相手がまだポイズンとファイボがわかんないっていうのが、ちょいきつめなんだけど、言うてね、ガゴムレントプラスのヒールが、ちょい刺さる気がしますね。よいしょ。それうまい。そのタイミングうまいですね。あれお疲れ様です。あれやっちゃうよ、ジョーンズです。あー、相手ポイズンだ。よし。よし。相手ポイズンって分かったから。本当に?あ、いや、もう分かったんですよね。はい。あれですね。今日も安定の来季さん家にお邪魔してるので。よいしょ、来た。これ、もうこれでガゴムレ出して終わり。イージー。よいしょ、なんでこれで相手ザップするから。あ、待って、やった。いや、おや?待って、相手のも右に気づいてない。あれ?なんで右に入ってんのみたいな感じで、OK。で、これ、コジョババでも逆サイ釣って、OK、勝った。よし。おっと。相手、だって気づいてないですもんね。ポイズンでコジョババ、ガゴムレ絶対守れてると思ってたから。よし!これは美味しい。美味しい。そう、意外と、もし今の相手がファイボとかでも、普通に勝てちゃう。オッケー。ってなわけで、次ですね。めっちゃ静かや。横に、今日は、そうですね。しゅんくんが誕生日だったんで。そのまま、おめでとうってことで、そう、まあね、クリスマス会しつつ、まあ誕生日会みたいな。なんでね、まあ、しゅんくんと、焼き鳥とね、まあ、天狗と大輝さんで、まあ、KK もいたんだけどね、先に、ちょい帰っちゃったみたいで、な感じでいるんだけど、ちょっとね、3人が、大輝さん以外の3人が、ずっとブロスターやってる。マジ今無言で集中してブロスターやってて悪いかなと いいんだけどね
それは全然いいよ、好きにしてくれたらいいんだけど。そう、珍しくね、静かでこっちが動画撮ってんだけど、ちょっと違和感しかなくて困る。いつもアホみたいにうるさいのに、今日だけめっちゃ静かっていうやつね。はい、というわけでね、これは相手がロイジャイかな、ロイジャイっぽいですね。縦線のエレキメガゴベビドラですね。でユーンの2メガゴサイターで、これは相手ファイブ、ライトニングだったのか、だからこれも左側にこのまま工場つけて、で縦線でワンチャン防衛してくるから、ちょっと見て、ここだ、縦線来る、あーやばい、来なかった、やばい、相手の防衛がうまいけど、このロイジャイが美味しくなって、このベビドラ釣ることでマスケッティアが惜しい。まあまあまあ、この間がちょっともったいないかもしれなかったですね。まあいいや、まあいい。で相手のオーブンがちょい厄介、ちょい厄介だけど、え、高っ、これだってめっちゃ美味しいですよ。こうやって今ライトニングってコストないから、これで溶かせる。オッケーで、この正直これも美味しいで、これ許容ですね。オッケー、来た。でライトニングってから、まあ三種展開からので、まだヒールがバレてないから、マジでこれガゴムレでヒールで GG、 勝った、もう勝ったっすね、もう勝った。よいしょ、キロワンチャン相手攻めてくるわ。これもう攻めですね、無視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 して攻めて、もうサンクレで勝つゲー。オッケー、これ、あーでもいや言うて、オッケー、ヒールが強い。オッケー、来た。でロリババー、オッケー、イージー、このイージーっていうのが映った。フロンさん、フロンさんがニャンニャンチューのモノマネ動画とか、なんか意味わかんない意味わかんないって言ったらよくないな、いろいろやばい動画やってたんで、それでなんか英語ロワイルとかやってて、イージーっていうのが映りましたね。できたー、来た、聞いて、展開来た、すまんな、嘘、すまんな、ヒール三子でヒール三子で2連勝で余裕で展開来たわ。いつの時代の人の展開ですか、はい、よし、でも言うてまあそれは何じゃしだから、よいしょ、ラストね、ラスト勝って、やばい、ラスト行くん、行く、やめといた方がいいんじゃないと思うやん、勝っちゃうから、よいしょ。そう、意外とね、このヒールがめちゃ刺さる。ヤナメが今なんかいないんですよ、急激に減った、ヤナメがそんないない。でファイボがいても、そのファイボザップというよりはファイボロリババが多いから、三重子がファイボザップでトトーンと処理されることがないんですよね。だから三重子にファイボ打たれても普通にね、ゆっくりヒールかけてたりできちゃうんでね、ガゴムリヒールが強すぎる。ただそんだけですかね、だから普通に使われてないだけで使うと強いですね。よいしょ、はい、というわけで、はい、これで工場割いてですね、ここでもう両サイにこんな感じにユニット割けば、相手はなんかユニット割くんでね、もうこれに対して鉄三子やって、オッケー。スナイプしたんですか？してない、してない、全くしてない、全くしてない。でこれユーノでターゲット取ってこうつって、オッケー。相手多分ボーラーとかランバー的なやつのスケフリ系ですね。でロリババはやってもいいんですけど、一応取っておく。オッケー。で、あー、いらないか、いや、いらなかったな、いや、いいや、いや、でワンチャン相手してもフリーズだけど、そんなコストなくて OK。 でこれは、あー、トルネしたから、これヒールしたら勝利も落ちてた、落ちてたけど、いやー、もったいない、しとけばよかった、しとけばよかったんだけど、まあ、別に今やってなくてもどうせ後々三振にヒールでもガゴムレにヒールでも落とせるんで、まあ焦る必要はないですね。でリポン置いて OK、バルフリだからここで無理やり回された、ここのバルーンがしんどいですね。けどアイゴルで逆サイ釣って OK。
コスだけね。いやこれ3子出したら無理だから、このユニットで OK で、インドラのフリーズとか相手はワンチャン狙ってってる、ほら来た。でこれ相手調子乗ったから、これでロリババで、ここトルネで、トルネで、これ絶対100トルネで防衛だから、これでよいしょよいしょー、はいイージーマジでこんな感じでヒールが結構刺さってるんですよね環境に。でも3子展開してガゴ群れもあるし、ここはなんでちょっとね、こうユニット裂くことによって相手に防衛させて、それ防衛せんの相手ちゃうくね。これターゲット取って OK、 でもうあと3子もあるしもう怖くない OK でガゴムレ、そうこれだけですね。でもここで攻めてあげるとあれ結構苦しくて、このバルーンも安全捨てていいや、捨てて、でこれボーラーとか来るか、やばい、これワンチャンやばいか、ヒール、あれシャシャッとしたと、ちょっと待ってな、やばいやばい、いやいいや、いや待って一回手に行こうちょっと焦る、ちょっと焦るまあ後ろ三子してここで絶対課題作ってゴリ押しで来る気がするんだけど、まあ、作らせない、これ相手出すよりなくね、ボーラー。そうで、あなんだこれはい、みたいな感じでね、意外とやばくないですか、ヒールズ3連終わった、めちゃくちゃ流行ってる。で迫撃がいても、迫撃も結構最近の迫撃だとガゴムレがしんどい、てかザップだけの迫撃とかもあるんで、まあ、それに対して工場ガゴムレしとけば倒っちゃうやつですね。この外役フリーズ系ボーラーのドラドラとかも流行ってますけど、まあ、それに対してね、このヒールが相手にとって弱点みたいなとこあるんでね。じゃあ普通ダメなんですか、僕っすか。ロリババはまあ吹き矢が多いのと、まあ普通にスケラとかヒールヒールとかヒールとか、いやザップが必要がないじゃないですか、ヒールだから勝てるっていうのが多いんでね、はい、そうなんですよ、はい、甘いマジで出た、ザップじゃダメなんですか出た、それダメなんですよ別にね、ヒールだから勝てるがあるんで大事です、はいということで長いこちらね、ヒール3子、まあ、グラチラとかでも意外と結構勝てると思うんで、ぜひ使ってみてくださいというわけで、応援したいと思います。お疲れ様でした。